皆さんこんにちは。今回は交差点禁止の街第20回になります。復旧がまだなのはどこになるんだ。これは自転車灯がまだまだだね。自転車灯が復旧したらほぼ災害前に戻るのかな。ちょっと早送りしながら見ようか。火事が起きちゃってるけど、来たー消火ヘリ消してくれ。やっぱりヘリが一番だね。消火はすぐ現地に来るし。あれ、もう一軒燃えてるよ。あ、来た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 。いいね。はい、まだ消えてないけど、こんな雑なこんな雑な方法でよく消火できるなってちょっと感心してしまうけど、雷雨だ。雷雨は、木に落ちて山火事が発生したり、電柱に落ちて電線がなくなったりとかだね。あ、これも雷落ちたからかな、ちょっとわかんないんだけど、まああまり関係ないね、雷雨は。はい、商店街足りてないね。全部ね、この商店街が自給自足商店街なんだよね。だから多分商店街需要満たせてないんだと思う。高密度商店街を作ろう、そろそろ。アクセスをものすごく良くしないといけないんだけど、そのためにはこの辺りがいいかもね。この辺りに、本格的な商店街を作ろう。ちょうどここに貨物船があるので、これを引き込んで商品全部輸入する形で、とりあえず地形をこういじりつつ考えてみようかな。広げつつね。そろそろ土地不足が深刻になってきたから、これ使ってないところはどんどん削っていこう。本当は高台にしたいんだけどね、災害考えたらこれ全部水没しちゃうからね。これから作るのはもうほとんどがこの低地になってしまうから、ちょっと巌流島が小さくなってしまったけど、もうとっくに島じゃなくなってるからいいよね。究極的にはもうなんか島も全部潰して平地にしちゃうのがいいのかもしれないけどねまあそれ資金が足りないんだけど、土砂いじりは資金がねちょっと足りなくなっちゃうんだよね、高くて。今20万使ったからね、70万あったうちの20万使って、はい、平地ができました。ここに商店街を、もう最大規模じゃないけど、なんだろう、もう最後まで使えるがっつりした商店街を作りたいね。どういう風にしようかな。やっぱりこの巌流島をちょっとモチーフっていうか参考にした街にしたいね。でこの路面電車がすごい邪魔でこれどうしようかな。これすっごい邪魔だね、ど真ん中通っちゃってるからな。まあこれはこれでいいか。よし、作るぞ。あんまり大きくしちゃダメなんだよね。そしてね、ちょっとアレな感じがするな大丈夫かなこれ。もうちょっと土地大事に使えないかななんかちょっともったいないよね、使い方が。これこの辺り全部空き地になっちゃうもんな。まあ駅とか置けばいいか。ちょうどなんか空き地になったし、はい、できました。ちょっとかっこいい感じの商店街ができたね。ここに駅 と、移動手段だね。買い物に来る手段を作りましょう。最初に駅を置くのがいいだろうね。いつも通り貨物駅を置きます。ここがいいかもね、なんかちょうどいいスペースあるし。路面電車の駅のすぐ横に貨物駅があったらかっこいいんじゃないかっていうことで、はい。でこれをここに繋がないといけないんだけど、これまた大変だな。お、繋がったぞ。いい感じに。うん、繋がったね。これで OK だね。あとは、移動手段。移動手段どうしようかな。路面電車がここに走ってるね。路面電車、降ろしちゃう？ちょっと厳しいかな。通れるんだろうか。この辺りに、強引に路面駅を作っちゃおうか。ちょっとここ一回取っちゃおう。で、路面電車専用軌道を下ろす。いや無理だなちょっと待てよだいぶ苦しいなこれ。一応つながったけどちょっとみっともない気がするね。でここを
アップグレードで路面電車の軌道にする。よし、ちょっといびつだけどまあこれでいいでしょう。さあ、あとは水引いて完成かな。もう貨物駅も回ってるもんね。意外とすんなりできたな。ちょっと空き地が気になるけど、商品不足のアイコンがかなり出やすくなってるはずなんだよね。その対策を何か考えなきゃね。今まで高密度使ってないのはそれが理由なわけだから。さあ立つかな。ちょっと建物が立つか不安なんだけど、場所が場所だからね。あ、来たね来たね。よしよし、砂漠の上にまさかすぐ水没してしまう場所とは知るまい。こんなとこに建てても客来ないと思うけどな。で、これだけじゃもちろんダメで、こういう形にしたのには理由があって、いつも通りね、ここを歩道でつないでいきます。例のやつ。よし、できたぞ。さあ、これで商業需要はもう当分大丈夫なはずだ。高密度区画はかなりの商業需要を満たしてくれるはずだからね。そろそろね、買い物客も、お2人だけど買い物客なのか通勤なのか分かんないけど、見てみようか。勤務先って書いてあるね。買い物じゃないみたいだ。あ、この人は買い物だね。サブリナ・アレキサンダーさんは。見てみようか。すごいな、砂漠が危険な暑さってやつだね。熱中症で倒れちゃいそうだ。で、ここでちょっとこの発展を見守りつつ、ちょっと、ね、条例を入れていきたいと思います。で、条例なんだけど、あの動画のコメントにあったんですよ。あ、これこれ、中小企業支援とか、大企業優遇、これをするとあのかなり収入が増えるっていうあの情報いただきまして、ちょっと試してみようと思います。中小企業優遇と大企業優遇を一緒にやったら全部優遇だから、結局その平等なんじゃないかって気がしなくもないんだけど、はい、中小企業支援、大企業優遇。あ、中小企業は支援して大企業は優遇するのか。さらに産業空間設計、これは産業施設の商品生産量が倍増、これどうなんだろうねあ、全部入れてみるか。はい、ハイテク住宅、ハイテク住宅も入れてみるか。よし、全部入れたぞ全部入れてみました。さあどうなるかな。あ、収入がものすごく増えたような、減ったような、うん、減っていってるねハイテク住宅で減ったのか。あ、どんどん減ってる。あ、ハイテク住宅はやめた方がいいな。ちょっとハイテク住宅は黄色。はい、さあ収入はどうなったかな。収入増えていってるね、どんどん。これは売り上げが伸びたっていうことなんだろうか。あ、すごいすごい、2万3000、2万4000まで来た。産業エリアでなんか商品の生産量、労働安全法規を少しだけ見なかったことにして産業をより効率的に機能させます。ブラック企業だらけになるんだね商品生産量が倍増する。これはなくてもいいのかな、どうなんだろう。企業支援はでもすごく良さそうだね。あー、トラックの量がものすごい増えてる気がする。あ、これダメだ。商品の量が倍になって貨物船が大混雑になっちゃった。これはダメなんじゃないか、ひょっとして。渋滞してる、また。久々の渋滞だ。あ、これも動けなくなってる、詰まって。これやめた方がいいな。ちょっとやめよう、これは。よし、産業空間設計はいいや。いや、 やっぱり労働法は守ってほしいところだよね。お、人口すごい、もうすぐ7万人になりそうだ。目標の3分の1を超えたね、ようやく。ようやく3分の1かっていう感じはしなくもないけど。さあ、商業需要は余裕で満たしきったので、次は住宅地を建てようか。住宅地です。ちょうどここにいいエリアがあるんで、ここ住宅にしようか。産業需要も出てるんだけど、先に住宅を。条例効果で収入が一気に 1.5 倍に増えた交差点禁止シティ。これを使って、次回は最大規模の住宅地を建設していきます。
ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。